んじゃこれ。たくよ、やってらんねえよ俺。どんだけ片付け大変やねんもう俺。すごいなマジで。なんかお菓子作りしない人マジで。もういやチョコレートなんてやってらんねえ。どんだけまとわりつくねんこんなに。好きやろ。メンヘラかよ俺。ほんまに手ベトベトやんけ。ああ何これ、これ飲み方もう知らんぞお前。何これ。でもな、チョコ美味しいやん。もう美味しすぎるやん。一回食べたら止まらへんやん、もうこんな。あと、9日で俺もう24って言うの。止まらへんやん、このチョコ美味しすぎやん。カカオ95でも何これ。美味しすぎる。なんなんこれ。どんだけ俺のこと好きなの。もうチョコダメ。結婚して、俺と。めっちゃ濃くできたんで、これを冷蔵庫で冷やしていきます。めっちゃチョコの掃除大変。もう大好き、もう好き。こんなはずでは。で、チョコレートこれすごいでしょ。もうサムネ通りなんよ。濃厚すぎる、やばい。ちょっと食べちゃったんですけど、これね、こんないっぱい食べたら今減量中やしダメなんですけど、めっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しい。特にね、俺カカオ 95% ぐらいでやったから、めっちゃ苦いんやけど、めっちゃ美味しい。まああれな、砂糖入ってるからな、あれなんですけど、まあ自分でココナッツパウダーじゃなくてカカオパウダーとか持ってある人は、カカオパウダー入れて、エリスリトルとか、ダイエット中の人はね、やって、混ぜるのあり。あれでもできます。あれでもできるけど、まあ量は結構いるんで、まあ市販のやつ買った方が安いかと思います。食べてみます。ちょっとだけな、ちょっとだけ、ちょびっとだけな。ほらもうやばい、もうなんかチョコの生チョコ。ヒゲそれってことで、めっちゃ美味しい。これあんま食べ過ぎたらほんまに太っちゃうから美味しい。脂質あるからな、カカオパウダーって、うん、美味しい。ココアパウダーよりカカオパウダーの方がなんか処理する時点で分かるんですけど、カカオパウダーの方がまあいろいろ効果はいいけど、脂質としては多いんで、もう冷蔵庫戻します。よかったらやってみてね。バイバイ。